やってるやってる。あ、挟んだ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 。はい、皆さんこんにちは。2024年8月16日です、はい、そしてね、今朝の8時過ぎですね、はい、涼しいね、母さんね。涼しいね、はい、今日はたくさん捕まえよう。はい、ということでね、たくさん捕まえよう、捕まえるというか見つけようか。そうか、見つけるということでね、今日目標設定しましょうね、はい、さあ、母さん何匹にしますか。そうね、10匹かな。10匹ね、はい、はい、10匹満たなかったら動画公開しませんので、見てる方10匹以上捕まえてると思いますんでね、はい、じゃあ頑張るぞ、はい、はい、では母さん行ってみましょう。はい、いるね、なんかね、あそこになんか止まってる感じ。高い上だけど、高い上ね、うん、ちょっと見てみますよ。はい、母さんスーパーズームかけてみて。あれ、カブトムシメスかい。あれ、でもこれ、あ、そのメスかな。ノコギリクワガタのオスメスのような感じがします。ほんと最先調子いいですね、母さんね、そういうことね。そうだね、はい、はい、じゃあノコギリクワガタのオスメス2匹ということでいいですね、母さんね。はい、そうです。はい、よかったです。揺らしてみるよ。はい、揺らしてみてください。こっちだ。おら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 、はい、どうですか、このこじんまりとしたこれノコギリクワガタのメスですか。そうですね、はい、もっとグーッと頼む。そう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 、よし、はい、じゃあ元に戻していきますね。はい、さあ、今季1位2位を争う両木です。どうでしょう、いますか、母さんよ。見えないな。見えない、うん、母さんいた、いた、なんか落ちてきた、落ちてきた、ぐる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 。ノコギリクワガタのオスですね、母さん。うん、本当だ、綺麗だね。うん、あそこにカエルがいるよ。本当だ、カエルちゃんだけ、カエルちゃんだけかな。あ、いた、母さんよく見つけたね、これ。うん、これだってさ、ほんならクヌギの木じゃないよ、これないね、そばにはあるけどね。そう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 、うん、そばにあるけど、こんなね、脇ね、もう前後左右コナラの木なんですけど、こんなとこにいましたね。いやー、綺麗なカブトムシがいた。いや、いいの見つけたね。見つけたね、いいの見つけた。カサ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 、いたいた、あ、いたいたいた。ゆっくりカメラ上げてってちょうだい。いた、はい、メスですね。オスいるの知ってます、うん、オスいるの。オスいるのよ。どこに。上上げてってみて、うん、そうそう、あ、いた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 、見つけたかい。見つけた。これも立派だ、これ立派なオスだよ。立派なオス、メス、まあちょっと離れてるけど、まあつがいなのかどうか分かりませんけど、分かんないけど、うん、いたね、ペアになるかもね、こんな近いから、ね、うん、夜ペアだったのかもしれないしね、うん、ということで、5、6、7匹まで来ましたよ、母さん。はい。一気に来ましたね。一気に来たね。よかったよかった。母さん、ここ、すごい匂い。すごいね。樹液、すごい。すごいね。これ、すごいでしょ。夜とかいっぱい集まってきそう。母さん、この木揺らすよ。はい。落ちた、落ちた。どこだ？なんかこの辺で落としたよ。母さん、あ、いた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 。あと、こっちも落ちてるのよ。本当は、ちょっとこ。2匹、2匹、2匹。これ1匹。よしよしよし。よし。なんか兄弟みたいだぞ。ほら、そっくり。兄弟だ。ノコギリクワガタだ。かわいい。ちっちゃくてかわいいのだね。うん。だね。2匹落ちてきました。これで何匹だい、母さんよ。これで7、8、9だよ、9。リーチだよ、母さん。目標リーチ。じゃあ元に戻してきますよ。はい。根元にでもね、置いておきます、うん。ここも雰囲気ありますよ、母さんよ。あるね。いや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 。え？下にいた。え？おう。てっきりね、コガネムシ科の甲虫がいたからね、母さんに映してもらおうかなと思ってさ、見たらね、いたじゃん。いたね。はい。これで目標10匹ですね。10匹。さあ、こっからはエクストラタイムですよ、母さん。はい。エクストラタイムいきますよ。はい。はい。まずここ、母さんよ。ちょっと待って。うん、それはいいよ、もう。もうこっちの方がいい？うん、いや、そっちも探すよ。ちょっと順番よ。ほら、ここにほら。
カナブン？コガネムシ？ハナムグリじゃないべ。うん、違うね。カナブンっぽい感じだね。カナブンっぽいね、その色はね。うんうん、久々だぞ、カナブン。そうね。なんか、うん、今年最後かもしれないよ。うん。はい、クトロタイム来ましたよ。来た？はい、いるかい？どんどん伸ばしていきますよ、数を。母さん、ほら。ここ。おー、いた。いい立派なのいますよ、立派なのね。あれ、下にメスもいるのかや？そうね、うん、ちょっと下っていうか上、そう上だね、うんうん、メスちっちゃって感じだけど、うん、オス立派すごいね、はい、エクストラタイムパート2母さんよ見てちょうだいこれ、これはなんだよこれは、うん、このさこのおちびちっちゃいねおちびワンツーいるの知ってる見えるちょっと撮るよ、ねうん、これがワンでしょ、うん、ワンで、ツーと。このツーちゃんかわいいよ。これかわいいね。これすごい。ちっちゃいね。うん。ミニクワガタ？うん。あ、ミニクワガタじゃない。カブトムシ。ミニカブトムシって感じでね。うん。うん、すごく小さなかわいいカブトムシですね。赤くてね、かわいいね。はい。ということで、これでエクストラパート2で14匹まで伸ばしましたね、母さんです。14? そうだね。そうだよ。さっき2匹いたから。うん。はい、ということで。いっぱい。20に設定してもらって。ここだってほら。うん、ここだってほら。あれよ。あるかもね。うん、ちょっと上のほら、このくぼみとかね。ほう、うん、パッと見ないけど。パッと見ないね。パッと見ないね。いないけど、うん、可能性を感じるね。感じるね。こっちだってあるよ、母さん。母さん、こっち、おいで。あるよ、十分あるよ。ほら、ここだって樹液出てるだよ、母さんよ。すごい出てる。うん、すごい匂いだ。うん、プンプンしてるよ。うん、樹液すごい。この穴の中はなんかかまど馬みたいな。この木です。この木。お、姿が見えますよ。はい、ちょっと、いる。何匹いるんだこれ。なんかいっぱいいるような。いっぱいいる。カブトムシの下で今やり合ってるから、クワガタが。ちょっと寄ってみようか。寄って。やり合ってる。何とやり合ってる？カブトムシと違うな。クワガタどうした？もう一匹いるんだ。やってる。あ、挟んだ。逃げてった。はい、ということで何がいるのね。カブトムシのオス。カブトムシのオスと。で、こっちがコクワガタで、こっち側のね、隙間にね、いて挟んで飼ったのがいるんだけど。うん、これもコクワガタっぽいかね。はい、母さん、いますね。いますね。なんかすごいキラキラ光るさ。コガネムシみたいなのもコガネムシか、ハナムグリの仲間かな。ね、うん、すごい。キラキラ、金色に光ってた。すごいキラキラ。まあ、それはともかく、ビッグボス、カブトムシですね。甲虫王者いましたね。いた。はい。うん、今、スズメバチも来ましたんでね、母さん、左側注意です。わかりました。左側注意してくださいね。すごい。母さん、ここにもいますよ、ほら。いる？あ、ほんとだ。いた。右の中でね。カブトムシいっぱいだね。うん、夜いっぱいいたのかもしれないね。うん。で朝方だいぶ吐けてきたような気はするけど、うん、まあそれでも残ってんだね、うん、いっぱいカブトムシ、はい、カブトムシのメスいました。はい、いや、お母さんよ、どうですか。お、いるいるよ。なんかいっぱいいる。もういっぱいいる。ちょっとこのアングルからいきますよ。ないだろうな。お分かりでしょうか。お分かりです。じゃあ近づきますよ。うん、ワン、ツー、スリー。全部メスかな。だ。これはよ、カブトムシメス3連星だよ。知ってる？三連星。黒い三連星。そう。母さんも知ってるのかい？知ってるよ。三連星いましたね。いたね。おっと、下やってるよ。やってる。もういっぱい出てるとこあるんだから仲良く。うん、いや。あ、おしっこした。すんげえピューって来たね。この野郎って感じでね。うん、ということで3匹だけですか、母さん。ちょっと見てみましょう。もうちょっと見てみて。はい、カモ。こっちにもいたんだ。カモ。3連星じゃなかった。4連星でした。また。4匹ですね。はい。ということで、ここで4匹。はい。はい、母さんいるね。いたね。はい。ここには、オスが2匹。え、オス2かい？これ、上メスかと思ったけど、うん、オス2匹だね。あ、そっか。オス2匹ですね。
奥にクワガタとかいたらもう分かんないけど。オス2匹いたね。あそこにいるね、なんか。はい、カミキリも知りますね。ミヤマカミキリか、ウスバカミキリか。どっちだろう。うん、かっこいいね、カミキリも。だね。うん、もっと見つかったね。はい、ということで、なんとね、まあ、20何匹だね。20匹以上見つかりましたね。はい。はい、ということでね、まだまだクワガタ、カブトムシ、森の中で見つけることできますけど、そろそろね、夏も終わりなので、これからだんだんとね、数が少なくなってくるんじゃないかなと思います。では、この動画良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。